こんにちは、ヨッシーです。今日はこちらの、カードが出ました。まずこちらのカードなんですけれども、自分のインナーチャイルドを優しく、抱きかかえているっていうように見えます。いろいろあったけど、今はぎゅっと自分の中のインナーチャイルドを抱きしめてあげて、癒してあげられる。インナーチャイルドもすっかり安心して身を委ねているっていうように見えるんですね。で、そうなったあなたは、自分の魅力をちゃんと素直に、認められるようになっていると思うんです。今、自分の魅力が開花するときというカードが、出ています。その魅力は、例えば、大好きな友達と遊んでいるときに溢れ出ているかもしれませんし、まあ、自分の、これはこの人に興味があるのか、この人がやっていることに興味があるのかわからないんですけど、自分が興味のあることにワクワクしているときにその魅力が溢れているのかもしれませんし、自分の会いたい人に会っているときにその魅力にまた気づかされるのかもしれません。実は私は、何回かお伝えしているかもしれないんですけども、自分の親がちょっと子供の愛し方を、分からなかったというか、どうしてもこう、抑圧してしまう、子供を抑圧してしまうタイプの、親で、自分もこうなんか抑圧されて、生きてきたということがあって、とても自分に対して自信がなかったり、自分が嫌いだったり否定的だったりしてたんですね。そういう時は自分の魅力ってまず気づけないんですよね。でも今は、やっぱりそういう、心の癖って何かある時に出てきてはしまうんですけれども、例えば自分を否定しそうになったり、ダメじゃないかって思ってしまったりする時あるんですけども、今は大丈夫、そんなことないよ、あなたは魅力的だよ、ありがとねってぎゅーっと自分を抱きしめてあげられるようになったんです。そうすることで自分の魅力を否定せず素直に、見れることができる、認められるようになっていくんですね。そうすることでやっぱり魅力的な人って、あ、また会いたいなって思う人ですよね。自分も自分の魅力で輝いていくし、周りの人も、その魅力でとっても笑顔になったり、幸せな気持ちになっていく、まあ、自分のことも人のことも、笑顔にできるというか、自分の魅力で幸せに、自分のことも、周りのことも幸せに、できるんじゃないかなって思うんですね。なので、こちら龍神様の周りも綺麗な花で覆われています。なので今の私は、あ、また会いたいなと思われるような魅力的な人にどんどんなっていきたいなっていうのが、目標の一つであります。なので自分の内にあるインナーチャイルドをぎゅっと抱きしめて、どんどん愛してあげてください。何度でも、何度でも、抱きしめてあげてください。そうすることで、魅力が、自分の中から魅力が溢れてくると思います。では、即興いたします。生まれてきてくれて、ありがとう。
これからも、この地球で、たくさんの花を咲かせようね。今日もご視聴ありがとうございます。みんなにも、雪崩のごとく、たくさんの幸せが訪れますように。それではまた、ヨッシーでした。バイバーイ。